ラズナことノア。私、エマちゃんも、シノミアも、いたよ。まあでも、やってみたらおもろいんかもしれん。あ、シノミアだ。よく V スポの面接どんな感じだった？ V スポの面接は、あ、緊張はした。緊張はしたけど、なんか、落ちたとしても、最終面接だとしたら、ちょっとご存知の方いらっしゃると思うんですけど、うちの最終面接は既存メンバーとのゲームオーディションなので、まあ、もし落ちたとしても、なんかこう、この人たちとできたら、まあ、なんかいい経験になるな、ぐらいで言った。昨日メンバーの誰だったの？ラズナトとノア。実際その状況で話せた？うん。男でも入る方法ないですか？ないです。諦めてください。何のゲームしたの？スプラトゥーン2。レンくんが面接側で後輩面接したことある？私、エマちゃんも、シノミアも、いたよ。ここで勝った2人はすごいね。そうです。そう。実際めっちゃおもろいからね、あの2人。ことはあまり経験できることではないから。感謝するぜ、お前と出会えたこれまでの全てに。ジャンプで連載してそう。かっこいい。結婚してお断りします。